Thank you for coming to our new TBTSI test drive event. My name is Hideki Matsumoto, and I am in charge of the global development of Semi. I joined Honda 25 years ago. In the past, I've developed 06 Civic, 09 TSX, and 12 RDX. I'm honored to be able to introduce to you this SI, the most exciting model among the Civic series. I will be presenting in Japanese from here. 私たちは 40 年余り前、初代のシビックを開発しました。その背景には、人々の生活を豊かにしたい、私たちの夢を実現したいという強い思いがありました。これは Honda のフィロソフィーである3つの喜びに由来するものです。お客様が私たちの車を買う喜び、販売店の皆様が車を売る喜び、そして私たち Honda の技術者が期待を超える車を作る喜びです。シビックはその誕生からチャレンジングな変革に挑み、新しい価値を創造してきました。開発をスタートした当時、世界の自動車市場は大きな変革の時を迎えていました。コンパクトクラスに新しい価値と魅力が求められる中、開発チームは世界一のコンパクト化を目指し、多くの困難に挑みました。シビックシリーズのブランドコンセプトは、時代を超越したザ・シビックです。シビックの生き様を作り出す、その具現化に向け、3つの柱に魂を込めました。カリスマティック・ソウル・カンフタブルになります。シビックシリーズのラインナップになります。北米のカー・オブ・ザ・イヤーを受賞したセダンに続き、クープ、ハッチバックを上市してきました。そして今回、新たに走りとスタイリングをスポーツに仕上げた SI が加わります。SI のコンセプトはエキサイティングスポーツです。EXT に対してスポーツ性能を大幅に引き上げました。サーキット走行を視野に入れ、パフォーマンスカーでありながら、モード切り替えによる快適な街乗り性能も向上させました。ここからデザインの紹介になります。エクステリアデザインはエアロパースの採用やハイグロスブラックの演出で、ビビッドでスポーティーな外観に仕上げています。インテリアデザインはクールブラックでコーディネートしました。ブラック内装を基調にイルミネーションやステッチを赤色にし、スポーティーさを表現しています。こちらはセダンのエクステリアデザインのスケッチです。SI はセダンに対し、さらに車高を下げ、スポーティーな外観と走りを実現しました。前後のバンパーをよりアグレッシブなデザインとし、台形タイヤ、リアウィング、船体エクゾーストを新たに採用しました。こちらはクーペのエクステリアデザインのスケッチです。セダンと同様にダイナミック性能の進化をより強調した大開口のバンパーとしています。フロントバンパーをよりアグレッシブなデザインにし、台形タイヤ、リアウィング、船体エキゾーストを採用しています。この後、ロブさんに商品の紹介をしていただきます。